ミスキンブランカは本当にきつい状況でも自分の暴れしっかり通したりとか崩れない。古臭い読み焼きをしましたけど、まあ得意ですからね。褒めてんのかよっていう。褒めてますね、間違いなく。さあそんなこと言っている間に、アキラキャミーの攻めが錦を貫いています。貫きましたね。石を投げ。これは全然ありますね、キャミーの。キャミーが躍動するとこうなる。そうですね。キャミーが思うままにランブすると。うん、中足から。で。おーっとノータイムで助けをこの橋を錦木がここでバックステップローリングを匂わせつつというところでしょうか。これ打ってく早かったがやはり七色のバックステップローリング。そして錦木の V スキルはリアダウンなんですね。そうですね。おっとここはバックジャンプにリーバルトが刺さるステップ投げを抜けてライトニングビースト、ここ生すぞ。おっと当たっている。バーチカルから十分な火力、非常に強力。ファイナルラウンドへ、まあ、シャウトガースもアローで結構止められるっていうのはあるよね。このバックステップにおいアローを刺す逃げていきます。あーこれは垂直距離、ここも無敵技を警戒して送らせ投げ、コバンスをバイクからストライク、無敵技警戒している。お互いがやはり出す出さないよ、出す出さないの読み合い。先手を下しかったリバランから発動して、おっと不利な不利ですが発生展開が早いですね。そうですね。逆になんか最近あんまり錦木さんが使わないので、確かに正直ですよね、今日からの斜めさんで。あーっと、V バーサルは勝っている。お互いゲージがはいあります。クーゲージですね。落とす。スパイク CA。もう背を追っていないが、これはまだ足りなそうですか。手から仕掛けて、逆に錦木が一歩手前落ちに中足、うん。しっかり対処しました。一度まあ2回にわたって、まあ、いわゆる体育を釣られる状態になってましたけど、はい、3回目しっかり対応しましたね。読み勝ったと。うん、これで 1-0。 少し時間を取り、はい、第2セットですが、お互いの良さが出たセットではありましたが、中距離戦のブランカ距離調節しながらリターン取るのがかなり難しいんで、うん、その点ではキャミー側の方が動きやすいですが、あーやはり耐久がためがない状態だと、うん、やはり読み合いになってしまう。バックステプローリングに巻き込んでジャケ投げを抜けている。おおローリングステップ投げストライク、いい踏み方、リフトアッパーから発動してここの投げを抜けている。うわと打っていく。そして錦金は V 取りが使用可能ですが、ここで微妙に隙間を空けてのタッチ中パンチ、敵技を一瞬警戒しつつ中パンチをゲすごいですね、今のもいくら地面から足が離れたと言っても早すぎるだろう。サプライズフォアケダン、アキラが前に来る。こうなると、おお、めくった、大きい亀足、いけ、タッチ強パンチ来てしまった。おっと、ここはおっとヒット確認からクロスティングアサート、ヒデムツキ後ろに下がる。錦木のライトニングビースが刺さればという展開ですが、投げてまだタイムありますし、ゲージもある。とにかく V リバーサル読んでいる、投げている後ろ投げ。しかしここはクリティカルアーツはありますが、ゲージ3本、うん、シャキラは削りの前には V ゲージ溜まりそうですね。おお、ここで刺していく、止まらない。アキラこの状況でもしっかりと確認から、終始アキラのアグレッシブな動きが功を奏した感じしますね。うん。